ジャロックは日本におけるランボルギーニ社製自動車のオーナーによって組織されるクラブ組織。g t 5 0 0戦車両 g t 3 0 3 0車両 g t 3 0 3 0車両ランボルギーニオーナーの親睦団体としての機能のほか、レーシングチームの運営も手掛けており、1994年より全日本 GT 選手権、スーパー GT の GT500 クラスや鈴鹿 1000km、 などのレースに参戦していた。しかしスーパー GT においては、トヨタ、日産、ホンダの三大ワークスが激しいバトルを展開しているためか、苦戦を強いられていた。この状況を脱するため、2005年シーズンにより GT300 クラスに一台マシンを投入。ある程度の高成績が得られそうな感触をつかみ、2006年シーズンから、 GT300 に完全に転向することを決めた。この決断が基地と出て、開幕戦では同チームからエントリーしたムルシエラ 5RG-1 が初優勝を飾った。この勝利はランボルギーニにとって世界の主なモータースポーツカテゴリーにおける初勝利であるということである。しかし、開幕戦以後は性能引き下げ措置が行われた関係で苦戦を強いられている。 そんな中、この年の第5戦ではチームにとって初のポールポジションを獲得した。2007年シーズンも引き続き参戦するが、マシンはこれまでの RG-1 に加えてガヤルド RG-3 を投入。タイトル獲得を目指すも、第5戦で RG-1 が炎上するトラブルが発生したため以降原因究明のため参戦を休止する。 その後最終戦で復活し、上位争いをする活躍し、シーズンを終えた。RG-3 の方は、マシン開発が進まず序盤は、予選通過も厳しい状態だった。その後熟成が進み予選も通過できるまでに進化したが、まだまだ上位との差が大きく課題は多い。2008年シーズンは、RG-1 を1台に絞り、 RG-3 は引き続き二大体制という、不尽で挑み、マシン開発は RG-3 に集中した。RG-3 は、シーケンシャルミッションを搭載し、ボディ形状も若干見直された。そして第3戦では、天候のおかげもあってか、スーパーラップに初進出を決めた。昨年に比べて、かなりの進歩を見せてはいるが、 実力面ではまだまだ上位との差が大きい。RG-1 もライバルの進化に取り残され、徐々に戦闘力を失いつつあったが、救済措置もあって、第7戦で3位表彰台の成績を収めた。その後、最終戦の練習走行で、RG-3 は1位を記録している。2009年シーズンは、RG-1 での参戦を終了し、 完全に RG-3 に絞った参戦となる予定であったが予定を変更し前年同様三大体制で挑むその後2010年シーズン及び2011年シーズンは完全に RG-3 に絞った参戦となったが2012年シーズンより RG-3 に加え FIA GT3 使用のガヤルド g t 3 l p 6 0 0で参戦することを発表した その後翌シーズンからは、レギュレーション変更により RG-3 が引退したのと入れ替わりに GT3 フロリダニが新規参入した。2014年シーズンは GT3 フロリダニに,に絞り参戦、第4戦で優勝を果たした。また、2006年は全日本スポーツカー、耐久選手権にも参戦。最終戦では、ルマンに参戦した車両を持ち込み本領発揮し、 予選と決勝で圧倒的な速さを見せ優勝し、翌年以降に向けて弾みをつける結果となった。さらに、年間ノルマン24時間耐久レースにも参戦。マシンはこのレースのために特別に製作されたマシンで参戦し、初参戦の成績は駆動系トラブルによりリタイアした。2007年もエントリーが決まり参戦した。しかし、予選で大クラッシュをし、 修復不能なレベルのダメージを負い決勝出場が絶望となったものの、チームは決勝出場を目指しなんとかマシーンを修復し、この努力に a c o が感銘し予選通過していないにもかかわらず、特別に決勝で走ることが認められた。しかし、このチャンスを活かせずわずか一周でレースを終えた。JLMC はルマンで参戦している車両で、 最終戦に参戦予定だったが、前日のクラッシュで、シャシーが全損し、仕方なくレンタルした車両だったため自前で参戦できる。車両がなくこの年は参戦しなかった。2009年、再びムルシエラ語で、ルマンに参戦した。ありがとうございます。